はいどうもケンです。いつも私の動画を見てくださり誠にありがとうございます。はい、というわけですね、今日はねマスクしてるんですけどもね、いろんなね、まあ今日はねマスク論争についてねちょっとお話ししていきたいなっていうふうにね思っております。はい、まあ僕はねまあ見ての通りねマスク持ってるし、いつも持ってるし、まあ出かけるときはねマスクするようにはしてますね。まあ、なんでかというと、まあ今もうそういう世の中じゃないですか。だからまあいちいち自分がマスクしてない、まあもう本当はマスクしたくないんですよ、こんなね息苦しいししたくないんだけど、やっぱり世の中って自分一人で生きてるわけじゃないじゃないですか。やっぱ社会があってね、その中の一員として自分も生きてるわけで、だからまあ今こういうマスクしてね、マスクしてましょうよとね、お店に中入る時もね、マスクしましょうよとね、人と会う時はマスクしましょうよと、そういうまあ一応ルールになってるんで、まあ、人間の社会ってのはね、ルールで成り立ってるところがあるんで、それがないとね、結局あの警察もね、必要ないみたいな感じになっちゃうんで、だからね、まあ、マスクはね、まあね、したくないけど、した方がいいかなっていうふうにね、思いますよね。まあ、その個人のね、まあ、いろんな見解があってね、俺はしないんだっていうね、僕のあの、知り合いにも、絶対どこ行くにもマスクしないんだっていう人いますけどもね。まあそれはそれでいいんですけども、それなりの何かしらの社会的なね、制裁というのはね、加えられることもあるかもしれないしね。いろんなそういう、なんていうかな。まあ、すべてはね、自分の責任なのでね、いろんなことがあるかもしれませんよ、ということですよね。でね、まあマスクするしない、どうでもいいんですけども、まあどうでもよくないんですけども、まあ僕はね、した方がいいんじゃないかなと思いますよね。マスクするなんて意味ないとかね、マスクしてるからしてて、それがもう逆にこう菌が溜まってね、息苦しくなってね、それがまた逆に免疫下げるんだみたいなね、ことを言う方もね、いらっしゃいますけども、まあそうかもしれないし、僕もそうだと思うんですけども、なんつうんかな、やっぱりね、僕ね、マスクになって良かったこと、世間的に良かったなと思うことがね、一つだけあるんですよ。それがね、飲食店の人が全員マスクするようになったことですね。はい。飲食の方がちゃんとみんなマスクするようになったから、やっぱりね、いいですよね。なんか清潔でね、やっぱ衛生的にもね、いいじゃないですかね。結構ほら、キッチンの中とかでね、オープンキッチンのとことかでね、マスクしずね、なんか話したりとかね、こう喋ってこうやってるっていうか、そういうとこあるじゃないですか。ね、飲食店ね、別にファーストフード店とかでもいいし、まあかつてのね。まあそうやって僕ね、ちょっと嫌だなと思ってたんですね。やっぱ、食べ物扱うところでね、こう、キッチンの人がね、調理しながらね、マスクもしずね、なんかこう、指示出してたりとか、絶対、唾飛んでるんですよ。ね。で、唾ごときで別に何かね、病気になったりだとか、するわけじゃないんですけども、人間の成分なんでね、あなたの唾も私の唾も一緒ですから、成分はね。ただそこでなんか気持ち悪いなっていうのがね、改善するだけで、ね、汗でもそうですよ。自分の汗ペロって舐めてるのと人の汗ペロって、そんなに変わりませんからね、成分的にはね、ほぼほぼ一緒っていうところでね。まあ、そんなことはいいんですけども、だそこですよ、本当に。で、あと、やっぱ今度、この間旅行行って思ったのが、北海道行ってきたんだけど、そこのね、朝食が、ビュッフェスタイルだったんですね。で、まあ、マスクして、で、手袋ね、瓶の手袋をして、それで、取ってくださいねっていう、そういうスタイルだったんだけど、やっぱね、清潔ですよ。ね、衛生的にいい。絶対話しながらなんかやってるとね、なんか、絶対なんか、咳とかしたりとかね、する人もいるじゃないですか、くしゃみしたりとか、絶対飛ぶんですよ、その飛沫っていうのは。で、それがこうついてたりするんで、あとこれ。なんつうの、スーパーとか行ってね、もうパン好きだからね、僕ね、パン、まあ、たまに買うわけですよね。そのパンの、なんていうのか、パン屋さんって、そのまま置いてあるじゃないですか。このトレーにこうパンがこうね、並べられて、美味しさのパンがあって、それをこう、取っていくっていうスタイルだったじゃないですか。今まではね。ビフォーコロナではね。それがね、アフターコロナになってから、そのパン一つ一つがこうビニールに包まれてこうね、置かれるようになったっていうね。それこそあれですよ、何なんだったっけ、そう、ミスタードーナツね。もう最近もう言葉が出るこれ。ミスタードーナツね、ドーナツ屋さんでもそう。ね、なんかショーケースみたいなやつがついて、ね、それ開けてこう取るみたいなスタイルになったでしょ。あれも素晴らしいですね。いやね、もうね、ほんと開けっぱなしでね、そこに並べられてるのってね、食べ物屋さんでね、もう見るたびに絶対ほこりつくし、あーなんか不衛生だなってね、前々から思ってたんですよ。もうね、あれ、コンビニのおでんなんてね、もう論外ね、汚すぎる、もうね。だからね、そういうのがね、衛生関連っていうのがすごく格段に上がったから、
まあそれは僕あのこのコロナになってまあ良かった部分でもあるのかなっていうのは感じますね。はい。まあマスクするしないはですね、まあ個人にね任せしますけども、人にねやっぱ不愉快な気分を与えてしまうんですよね。まあ逆の立場だったらそうですよ。僕が例えばコンビニのね店員さんやってるとして、ねごほごほ言いながらマスクもしてない人が来たらやっぱり嫌ですよね。ごほごほしてなくてもなんかなんとなくやっぱりねマスクしてる人とマスクしてない人と対応するとなったらマスクしてない人が来た時はやっぱ構えますよね。やっぱそういうもんなんで人間っていうのはやっぱり人間って感情の生き物だし環境の生き物なので、まあ今はこうやってねマスクしない人前でマスクしなきゃいけないよっていうね、まあご時世なので僕はその時だけはねちゃんとあの人となんかこう対面で話する時はして別に外一人で歩いてる時とかは別にしなくてもいいと思うんですけどね。まあ電車に乗ったりだとかお店に入ったりだとか人と会う時っていうのはやっぱこうマスクした方がいいんじゃないかなというふうに、思います。はい、というわけでございました。バイバイ。